ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日はヤバい話するぜ。何？唐突に、一体何の話？ヤバくて楽しい生き物、そして一般人が足を踏み入れることが許されない深海の話だ。へえ、深海か。なんかグロテスクな生き物とかがたくさんいそうだね。これが面白くてやみつきになる。霊夢は深海ってどのくらいの深さのことを言うか知ってる？どうかなぁ、100メートルくらい。ちょっと足りないなぁ。実はきっちりと決められているわけではないらしいんだけど、一般的には水深200メートルより深い海のことを言うんだぜ。へえ、でもなんで200メートルなの？一つの理由は、200メートルよりさらに深くなると太陽の光がほとんど届かなくなる。つまり光合成ができないってことだ。しかもそこを支配するのは完全な闇、暗黒の世界というわけさ。暗黒の世界、なんだか怖いねえ、想像もできないな。でも実はさらに深い水深4000から6000メートルの深海帯と呼ばれる領域は、地球の表面積の半分を占めているのだ。そしてそんなところに入っていける潜水艇も限られているから、深海について人類はほとんど全くと言っていいほど理解してないと言える。わあ、まさに未知の世界だね。ねえ、深海の一番深い部分ってどのくらいの深さなのかな？霊夢もマリアナ海溝って聞いたことあるだろ、そこにある。チャレンジャー海淵というポイントが水深1920±10メートルって言われてるぜ。つまり水の中に潜って10キロ進むってことね。10キロ走れって言われたってすごく時間かかるのに、それを潜る。怖すぎ。そこに行った人っているのかな？それがいる。もちろん素潜りじゃないぜ。当たり前でしょ。実は今まで7人の人が潜水艇を使って潜っている。その一人が霊夢も知っている映画監督のジェームズ・キャメロンだ。あの、アバターとか、タイタニックの監督の人？そうなんだぜ。しかも人類初めての単独潜水だった。そして最近まで彼を含めた3人だったが、2019年4月にアメリカの探検家、ビクター・ベスコボさんが他の3人のメンバーと一緒に、チャレンジャー海淵に到達したというわけだ。いやー、なんかすごいことしたいねー。ビクターさん、もう十分すごいことしてるじゃないですか。だってエベレストも登ったし、7大陸最高峰全部制覇したんでしょ。もういいじゃないですか。でもさ、こうやって日常生活を普通に送ってると、なんだか血がふつふつと湧き上がってくるんだよな。冒険家魂ってやつがさ。実は面白い話があるんすよ。ビクターさんが登ったのって上に高いやつばっかりでしょ。でもエベレストだって所詮高いって言ったって8848メートルですよね。所詮とはどういうことだ？だって考えてくださいよ。海の一番深いところって知ってます？マリアナ海溝で深さは1万メートル超えているんですよ。エベレストひっくり返してもまだ届かないんです。みんな上ばっかり目指して下はいかないけど、世界の5大洋の最深部って誰も到達したことないんです。おい、それだ。よっしゃ、俺はやるぞ。潜って潜りまくってやる。というわけで、このビクターさん、7大陸最高峰を制覇しただけでなく、なんと9ヶ月でマリアナ海溝を含めた5大洋の最深部に到達したのだ。すごすぎるというか、唖然とするしかない。というわけで、深海には人間がまだまだ知らない未知の世界が広がっているというわけだぜ。しかし霊夢、ちょっと考えてほしい。どうしたの急に？これまでたくさんの人が世界の高い山に挑戦してきたのに、深い海を目指そうという人は、ビクターさんみたいなよほど変わった人じゃないと目指さないよな。それはどうしてだ？どうしてって、そりゃ生身の人間が潜れる深さに限界があるからでしょ。私なんて1メートルが限界だわ。じゃあなぜ人間は深いところに行けないのだ？それは呼吸が持たないから。ボンベ持って行ったらダメなのか？それも限界あるよね。っていうか、頑張っても沈まないよね。なんでだろ？答えは水圧だぜ。あ、そっか。じゃあ人間が生身でどんどん潜って行ったら潰れちゃうってこと？その通り。それがどのくらいなのかというと、海中では水深が10メートル深くなると1気圧増えていくから、水深6500メートルだと1平方センチに約650キロの圧力がかかるということだぜ。つまりわかりやすいように言うと、小指の先に朝の山が3人と、白鵬が1人乗るようなもんだぜ。なんで朝の山を3人にするの？意味不明。とにかくそんなことになったら、霊夢の小指はぶっ潰れること間違いなしだろ。朝の山と白鵬が何百人何千人って体の四方八方からやってきたらどうなる？想像したくない。しかしだ、そんなヤバい世界に潰れることなく生物が生きてるってすごいよな。確かに、一体なんで潰れないの？それは水圧から押されるのと同じ圧力で押し返しているからだ。まあ簡単に言うと、例えば空のペットボトルを深海に持っていけば、その水圧でペシャンコになる。なんとなく想像できる。
じゃあそのペットボトルに水を満たしていたらどうなる？潰れなさそうな感じがする。そうなのだ。つまり深海の生物はそのペットボトルと同じように体の中に気体をほとんど含んでおらず、むしろ油分や水分で満たされているため、周りからのものすごい水圧に耐えられるというわけだぜ。わあ不思議だね。ではそんな想像を絶するヤバい深海には一体どんな生き物たちがいるのか見ていくぜ。霊夢は深海生物と言って思い出す生き物はいるか？そうねー、やっぱりちょうちんアンコウかなー。定番の深海生物だ。ではこいつからスタートしよう。写真を見てくれ。2匹いるだろ。え、確かに大きな魚は光っている。私が知っているちょうちんアンコウだけど左のは、子供。いやこれはちょうちんアンコウのオスだぜ。メスだけがちょうちんを持っていてオスは持ってない。しかも大きさはメスの10分の1だ。小さいだろ。深海は広いなぁ、そして暗いなぁ、もう何にも見えないや。どこかに嫁さんになってくれるべっぴんさんいないかなぁ。お、あそこに明かりが見える、もしかして。どうも、こんにちは。はじめまして。ちょうちんを頼りにようやく会いました。じゃあお願いします。はい、じゃあどうぞ。おやぁ。何が起きたの？実はちょうちんアンコウのオスはメスを見つけるやいなや、噛みついてメスに同化してしまうのだ。脳も心臓もメスの一部になる。そして精巣も手に入れたメスは産卵できるようになるというわけだぜ。怖すぎる。そしてなんだか切ない。まあ一口にちょうちんアンコウって言っても160種類もいて、今紹介したのはそのうちのビワアンコウっていう種類だぜ。暗黒の世界だから光る生き物は多い。実に深海生物の 90% 以上はどこかしら光るって言われてるんだぜ。他にはどんな光る生き物がいるのかな？今度はあんまりホラーっぽくないやつがいいな。じゃあ紫カムリクラゲを紹介するぜ。ジブリ感がすごいわね。UFO みたい。どんな生き物なの？こいつも光る深海生物だぜ。こいつが光るのは何のためかというと、自分が食べられそうになった時に光を発して、その捕食者よりも大きな生物を引き寄せるのだ。へえ、賢いんだねー。紫がいるなら黒もいる。黒カムリクラゲってこと？そう、こいつも紫カムリクラゲのように捕食されそうな時に発光するという特徴を備えている。またこのクラゲは胃の部分がなぜか赤い。それは深海の中ではさっきも言ったように発光する生き物が多くて、この黒カムリクラゲが捕まえてお腹に入れた時にも光り続けると注意を引いてしまう。それで深海では見えにくい赤でそれを隠そうとしているんだぜ。人間だったら目立たないように赤い服を着るっていう発想はないけど、深海は別世界だね。っていうかなんで黒にしたの？って突っ込みたくなる。深海生物ってどいつもこいつも UFO チックだよな。ちなみに赤が深海では目立ちにくいというのは、水中では赤い波長の光がまず吸収されるから、黒く見えて周りに同化するんだぜ。だから黒というのも間違いではない。なるほど、深海の世界って食べたり食べられたりというのがあんまりない。穏やかなイメージでいたけど結構厳しい世界なんだね。まあ水深200メートル以上の浅い海に比べたら弱肉強食ではないかもしれないな。でも考えてみればわかるように深海には食べられる餌も少ないだろ。だからやっぱり厳しい世界というのはやはりどこでも変わらない。あれ、なんか来た。なんか泳ぎ方間違ってない。逆さですよ。どうもミツクリザメと申します。いやいや泳ぎ方は極めて普通です。むしろそちらが逆なのでは、ここ深海に普通なんていう概念は通じないのですよ。で、なんでそんな姿勢で泳いでるんですか？これね、まあ人間たちがやっている釣りみたいなもんですよ。こうやっていると餌が集まってくるのですよね。しかも口の一部がセンサーで電流をビビって感じるのです。ビビッときたらぐっと掴んで今晩の食事をゲットというわけです。そうなんですね。しかしこう言ってはなんですが、なかなか迫力のお顔されてますね。そんなに遠慮気味に言わんでいいですよ。英語では私ゴブリンシャークって呼ばれてましてね。つまり悪魔のサメですよ。ひどい異様ですよ。でも日本はミツクリってなんだか随分可愛くなっていますけど。あ、これは明治時代の動物学者ミツクリカキチさんのお名前を頂戴しました。なんで俺がミツクリを名乗らなあかんのかいという気持ちはありますが、ゴブリンよりかは気に入ってます。じゃあまだ夕食捕まえないといけないので失礼します。やつの顔怖すぎだぜ。ふう、でも要望がやばいやつはまだまだいるぜ。例えばこいつはどうだ。キャー、何これ。この魚の名前は蓬莱エソ。世界中の深海に生息していて、深海のギャングと恐れられている。こいつに目をつけられたが、最後この鋭い下顎から伸びた歯で一撃だぜ。
しかし驚くべきなのはこいつを食べる奴もいるってこと。いやーつくづく深海はやばいとこだ。深海に生まれなくてよかった。深海にはギャングもいればフードファイターもいる。通称ブラックスワロワーと呼ばれるのが鬼坊主ギス。こいつはとにかく貪欲で深海では餌が探せないからって大きな獲物を見つけたら、丸飲みしてしまうのが癖だ。おいこれなんだべか。おっかねえ顔知ってるな、おめ知ってるか、こいつの名前。知ってるこいつ鬼坊主ギスだ。それにしてもこいつの腹すごく膨らんでるぞ。おめ開けてみろ。なんだこれでっけえサバが入っているぞ。鬼坊主ギスの4倍くらいはあるんじゃないか。自分の大きさの4倍も食べるなんて。実はこれはまだまだ序の口で、別のところでは体重の12倍以上の餌を食べているのを発見されたこともあるとのことだ。これは人間の1回の食事に換算するとなんとホットドッグ8500個分にもなるんだぜ。まさに食べることに命を懸けているんだね。そう言える。実際でっかい獲物を食べて消化が間に合わず胃の中で腐敗してしまいガスが発生。鬼坊主ギスの胃は風船のように膨らみ続け最後には死に至る者もいたらしい。これまたなんとも切ない終わり方ね。そうかと思えば深海には究極の省エネ生活を送る生物もいる。その名はサツマハオリムシだ。サツマという名前の通り鹿児島湾などに生息しているいわゆるチューブワームだ。こいつは体の中に住んでいる微生物から栄養をありがたくいただいて生きている。だから口もなければ肛門もない。食べることもしなければ排泄もしない究極のエコ生物だぜ。なんかとても潔くて美しいわ。そしてこのサツマハオリムシが栄養をもらっている微生物もまた驚きだ。硫化水素を利用して栄養を作り出しているんだぜ。人間にとってはヤバい物質ね。でもなんでそんなものが深海にあるの？実は深海の中には熱水噴出孔と言って地球のマグマによって温められた熱がボコボコ出ているポイントがある。出ている熱水は400度にもなりそこから硫化水素も出ている。それを利用する微生物がいてそこから栄養をいただくサツマハオリムシがいる。なんとも調和の取れたハーモニーを感じないか。そうだね。いやー深海の世界って一見顔が怖い生き物とか生態がヤバい生物がいるけど、実は全体的にはなんとも整えられた美しい世界が作り上げられているんだね。今日紹介できた生物はほんの一部。深海にはまだまだヤバい奴らがいるぜ。また機会があったら紹介したいと思う。ということで今回はこの辺で失礼するぜ。このチャンネルでは好奇心を刺激する話や不思議な話、ダークな話をしていくからチャンネル登録よろしくだぜ。ということで、皆さんご視聴ありがとうございました。